九東京を高校九東京を高校不協を高校、清涼峡を高校長江三峡下りは三峡が他にもあるが単に三峡下りともいい、長江の中流、特に長江三峡を船で下ることである。長江の三峡下りは古来天然牙牢人間仙教として古くから親しまれてきた。唐の詩人李白が早に白帝城を発すと題して、 朝に時す白見角最雲の間、地里の考慮を追日にして帰る、両岸の猿ゴへ泣いてすまざるに、慶州すでに嗅ぐ万獣の山と読んだのも、まさに三峡下りで通過する工程であった。現代の現地発の代表的な観光では、三峡下りは通常重慶市が出発点で朝天門不当あたりで観光船に夕方乗船して、四泊五日だと、 次のような観光地を船から見たり、一時下船して観光したりして、湖北省偽証市が終点になる。なお、日本からのツアーでは、全体で六泊七日で、三峡下りの前に重慶市を観光し、川下りでは、上野現地発の三峡下りにを追加して、大媒京の後はさらに、京州市を観光して、武漢市を観光して帰国するようにしている。儀章市からさらに下って、 石壁を見て、武漢まで行く船もあれば、さらに下って、南京、洋州、上海まで行く船もある。いくつかの船会社がクルーズを行っていて、大型遊覧船は、ビクトリアクルーズ、総統クルーズ、新世紀クルーズ、超高黄金クルーズ、超高クルーズなどが運営している。超高黄金クルーズに例を取ると、超高黄金1号から8号までの遊覧船がある。 クルーズ船にも、ホテルと同じような5つ星、4つ星の東急があり、海外からのツアーや国内からでも外国人のツアーは5つ、母子船舶を使っている。こうした大型船では、毎晩何かしらのパーティー、乗組員による歌と踊り、ファッションショー、操舵室の見学、船長との夕食などもある。長港を下った遊覧船は、元の港へ遡る必要があり、 長江を遡る三峡上りとも言うべきツアーも盛んに行われている。登りは下りよりツアー日数が1日以上多く必要になる。長江川下りの写真アルバム三峡下り三峡上りはそれぞれ重慶市、湖北省偽章市が主な出発点になる。重慶市と儀章市との間の長江転移の村には鉄道や大きな道路はなく長江の少し北に 上海武漢重慶生徒への国道があって、そこから山越えの地方道で結ばれていた。最近長江から少し離れて、南側に上海重慶高速道路も建設され、またごく最近長江から少し離れて北側に上海生徒高速道路が建設され、2014年12月、重慶の建設難所内が完工して全線が開通した。 長江に沿って数日下っていると、長江添い生活、特に三峡ダム完成後の生活の現実を垣間見ることになる。長江の水は、重慶市では急流だが、三峡ダムの影響で、白堤上あたりではすでに停滞しているように見えて、それ以降は山に囲まれた平地の細長い湖を、航行するのでしばしば退屈で、支流の小三峡、小三峡、新助系。 新農家でも水は停滞しているように見える。三峡ダムの完成で140万人の住民が移住を余儀なくされることとなったと言われていて、そうした大勢の一部が住むマンション群が主要な村である方と、摂雪、草などで見受ける。ビルは景観に配慮して、物を太陽に干せるテーラスなどがないなど、生活する者にとっては異様に見えるものが多い。では、 緩やかな水の流れに乗って、プラスチックボトルや、その他のゴミが、相当量流れている。三峡ダム湖の東南隅では、発電機に害を与えないように、多量のゴミを集めているのが見える。ダムの建設による、水質汚染の結果で、水生生物、特に絶滅地危惧種へ影響が危惧されていた。養成側イルカはすでに絶滅が宣言されているが、武漢では中国科学院、 水生生物研究所で飼育が研究されてきて、三峡川下りの一環として見学もできた。鉄道、トラックによる陸運が発展した現在も、超高上の水運は盛んで、様々な荷船、客船が行き交このため、衝突事故もしばしば起こっている。また主に自然災害によると思われる事故もあり、2015年6月には突風により、 三峡のぼりの遊覧船が転覆。沈没した東方の星沈没事故でほぼ全乗組員、乗客の404名が死亡している。超高い生活の写真アルバム。ありがとうございます。